がいかがでしたか。体全体をうまく使っていることがわかりましたか。難しいのは地面から足が離れた時なんです。地面から足が離れた時も次にどのように地面につくか先のことをいつも考えているんです。では連続してジャンプします。上半身の動き、そして足元をよく見てくださいね。こんな動きもできます。まだまだ飛びます。いかがでしょう。簡単そうに見えましたか。次の動きをするのにどのような体勢が良いのか常に先に考えていました。バランスを取ることはとても難しいですね。これで皆さんと一緒に歩いたりできるかな。他にも皆さんと一緒に活動するためには考えを伝えることも必要ですね。こうして話すだけではなく身振りなど体全体を使わないとうまく伝わらないかもしれません。最後に手話を交えた表現をうま